こんにちは、総会塾の久保です。今日はね、2つのお金を稼ぐ方法についてお話ししますね。まあ、私がこうやってね、惜しげもなくお金が稼げる方法をどん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 お伝えするのは、どうせね、言ってもやらないからなんですよ。やらないでしょ。本当にすごい方法ばかりなんですけどもね、ハワイで石を売る方法とか、今日お話しするのもそうです。で、私のね、知り合いに、まあ、山口会長っていうのがいるんですけどね、 Y 会長というね、たまに私の話にも出てくるんですけども、で、彼は私と知り合った時に、私よりもね、随分年上なんですけども、30ぐらい年上なんですけども、彼はね、私と知り合った時に20億の借金があったんですよね。20億ですよ。でもヘラヘラ生きてるんですよ。あ、30歳も上じゃないですね。今ね、70歳直前なんで67、8歳ですね。すいませんでした。20歳ぐらい年上です。で、その山口会長なんですけども、20億の借金をね、ものともしないんですよ。そればかりかまだお金借りてるんですよ。で、どうやって返すかっていう方法です。その山口会長と私が2人でね、10年間で、11億返してるんですよ。で、どういう方法かっていうと、別に働いてるわけではないんですね。働かずに返してます。こうしてる間にも返してます。私が速稼塾を始めた頃も返してました。一生懸命アフィリエイトサイト作ってる時でも借金をどん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 返ってたんですよ。すごいでしょ。軽く見積もって1年間で7、8千万の返済をしています。でも別に働いてるわけではないんですよね。不思議でしょ。で、まあ、これをね、話す前に一つね、山口会長のお金を借りる術っていうのをちょっとお話ししますと、こういうふうに言うんですよ。久保君、今度新潟行かねえ行けんので2万5000円貸してくれって言うんですよ。え、会長、2万5000円って僕に1回も給料払ったことないじゃないですか。まあ、そう言わんと貸してくれや。2万5000円でええんじゃ、新潟行くんじゃ、新潟行くんじゃ2万5000円じゃ足りんでしょう。大丈夫、でも2万5000円でええんじゃ。会長、帰りどうやって帰るんですか。心配せんでええでもっていうふうに言うんですよ。だから私、2万5000円、まあ3万円貸すじゃないですか。で、新潟行ったらしいんですよね。新潟で M 資金の話を聞いてくるっていうことだったんですけども、まあ新潟行ってそのまま帰ってくるわけですよ。お土産付きで。あれ、すごいなと思ったんですよ。会長、帰りのお金どうしたんですかって。もしかしてお金何ぼか持ってたんですって言ったら、いやいや、久保君から借りた3万しかないよ、本当ありがとうねと、お土産みたいな感じでね、お土産くれたんですよ。で、よくよく聞いてみると、会長はこう言うんですよ。久保君、お金を借りるのは簡単じゃ。新幹線の緑の窓口行くじゃろ、大体みんな金持っとる。だからその中のね、何十人、百数人の中で誰かは貸してくれるよ。だからわしはこういうふうにするんじゃと。お、財布をなくしてしまった。財布、財布、財布、あ、財布をちょっと見んかったかねとか言って、いろんな方にね、財布がないって声かけるんですよ。その中で心配をしてくれてる人がね、たまにいるんですよ。それはお困りでしょう。どこから来たんです。岡山から来たんだけどね、もう年も年で、もう金がないわ、もう財布落としてどうしようか、新潟でいい思い出作ろうと思ったら、みたいなことでごねるんですよ、こういうふうに。そうするとね、その親切な人が、じゃあこれ帰りの電車賃どうぞ貸しますんでとか言って、本当かよ、悪いなとか言って、こうすぐひったくって取るんですよね。で、わしの名刺を渡しとこうって言うんですよ。まあ、名刺はまともな名刺らしいんですけども、誰一人ね、それそういうの何回も使ってるらしいんですよ。なのに誰一人名刺を頼りにお金を返してくださいっていうふうに問い合わせてくる人はいないそうです。で、山口会長もこちらからね、お金を返したんで住所を教えてくださいとは聞かないんですよ。名刺を渡しときますっていうだけなんですよ。そしたら、お金って返してくれって言いにくいじゃないですか。そのまんま借りるというよりももらってるらしいんですよね。ひどいでしょ。ひどいんですけども、こうやってね、人に嫌われずにお金を借りるのに長けてるんですよね。それこそね、銀行の支店長ですらこんな方法でお金借りるんですよ。こうやってリスケも得意ですよ、なんかね、私が聞いたところによると、ある会社の Y 会長がやってるね、ある会社の借金ってのは5000円払いの1500年払いにしたらしいですよ。毎月5000円の1500年というね、なんじゃそれみたいな。で、会長に話聞いてみたら、頭取がこう言うんじゃと、会長、ある時でですよ、ある時返してくださいみたいな感じで諦めたらしいんですよ。おもろいですね。これ何回か私もお話しましたよね。吉谷さんにもセミナーとかでも話しましたよね。で、こっからが本題です。お金が全くなくてもちゃんとね、お金が稼いで10年間で10億円以上お金を返す、要するに稼ぐ方法があるんですよ。手持ち何もいりません。経験何もいりません。やるかやらないかだけです。で、この発想にたどり着かないと思うんで、多くの方は発想をお渡ししますんで、あとはやってください。私もやりましたんで、これはね、本当にそうなる方法です。では、いきますよ。まずね、 Google マップを使ってください。
もしくは Google マップがなかったらその辺を散歩してください。で、空き地があります。大体空き地とか、あとはね、営業をやめたあのハイテナントですよね。ハイっていうのは壊れたテナント、もうやってないテナント、そういうようなところが見つかったら、空き地とかね、広大な空き地とかハイテナントが見つかったら、そこにどんなお店が来ればいいなって感じるかちょっと想像してほしいんですよ。例えば花丸うどんでもいいですし、ツタヤでもいいですよ、コンビニでもいいです。で、くるくるの回転寿司でもいいし、ショッピングセンターでもいいと思います。まあその容積にもよりますけども、ここにこんな店が来たらいいなって考えてください。そしたらね、例えばね、まあ、くら寿司にしましょうか。くら寿司がここに来たら、あ、行ってみたいんだけどな、流行ると思うんだけどなって思ったら、はい、スタートです。いいですか。くら寿司に電話をします、もしくはメールです。くら寿司さん、ここここっていう土地が空いてるんだけども、出店をしませんかと。出店をお決めでしたら、私がその土地をオーナーとして買いますよと。だから私の土地に出店して賃貸料をくださいって話をするんですよ。で、くら寿司さんはその話を聞いたら、どこの土地ですかって形なんで、その土地を教えてあげてください、ね、あとはリサーチはくら寿司がします。交通量調査とかね、地盤調査とかやります。で、もしね、出店できそうだなっていうふうなことになると連絡が来ますんで、はい、くら寿司ですけども、あの例の土地にね、出店することを決めましたんで、どこどこさん土地を買ってください、じゃあこれが賃貸契約書ですっていうふうに先に賃貸契約書を送ってくれます。大体そんなとこです。くら寿司と契約したことはありませんけども、多分そんな感じでしょう、うん、で、そうするとね、その自分がもしその土地を買ったら、くら寿司が必ず出店するよっていう契約書が手に入るわけですよ。で、その契約書を持って土地を買いに行くんですけども、お金がないでしょ。お金がない、1億5000万ぐらいの土地を買おうとするじゃないですか。お金がないですよね。だからそのくら寿司の契約書、出店契約書を銀行に持っていきます。で、私がどこそこの土地を買ったら、くら寿司さんが必ず出店するっていうふうに、こういうふうに契約してくれてるんで、1億5000万を貸してくださいって言うと、銀行はお金を貸してくれます。貸してくれるんですよ。で、1億5000万借りるでしょ。で、そこにくら寿司出店するでしょ。くら寿司から毎月家賃が入ってきます。例えば家賃が150万だとしましょう。くら寿司さん、150万家賃ありがとう、毎月入ってくる、嬉しいな。150万の中から130万円を銀行に返済、ね、1億5000万借りてますから、毎月20万が労せずして不労所得残るわけですよ。これを10年間20年間の契約でやります。くら寿司さんと、20年で賃貸お願いしますね。もし20年持たずに店が撤退するようなことになったらいけないですから、10年保証をつけてください。この10年保証っていうのは、倒産しようが潰れようが、くら寿司が3年目で5年目で12年目でどっか行こうが、家賃は10年間必ず払ってくださいっていうふうな契約なんですよ。だから150万円の12ヶ月かける10年分はずっと入ってきます。くら寿司があろうがなかろうが、コロナだろうがなんだろうが入ってきます。いいでしょ。で、大体10年家賃を受け取って返済をしていると、返済終わります。で、11年目からは家賃そのまんま所得です。いいでしょ。で、20年経ったらくら寿司さんとの契約終わりますんで、更地にして帰っていくか、また新しい契約をするかなんですけども、どちらにしてもその土地はあなたのものです。そして10年間入った毎月150万家賃はあなたのものです。銀行の返済はとっくに終わってますということなんですよ。で、この方法であっちこっちで元でもないし人脈もない人が、実はね、土地のオーナーとしてめきめきと育っていくってことなんですよ。私はこれをやったというふうに、ここでね、また再度お話しさせていただきます。まあ、ですんでね、元手がなくてもいいんですよ。誰かにこの方法を教えてもらって、それをあなたがやるかどうかなんですよ。ね、お金に困ってらっしゃる方いると思いますけども、名刺をね、作りに行ってください。商業用地開発部、誰の誰べっていう名刺を作るんですよ。で、その名刺を持って営業に行けばいいんじゃないですか。ドライブ行った時にこの土地空いてるなと思ったら、その土地をどっかの飲食店さんとかね、アパレルとか、アパレルちょっと今難しいかもしれませんけども、なんかのお店に貸すっていう手でね、アプローチしたらいいんじゃないですか。非常に簡単でしょ。だから1億円とかね、2億円とか3億円とかってありますけども、
や本当に今の暮らしを抜け出したいんだったら、別にね、障害所得2億とか3億とかありますけども、それは稼ぐ方法があるんですよ。しかも労働せずにですよ、うん、だからこのアイデア一つって言いますけども、アイデアは山ほどあります。私がいくらこうね、いろんな稼ぎ方をここでお話してもやらないんですよ、人は。だからやった方がいいんですよ。誰もやらないんで。私はそれをただやったってことだけなんですよ。もちろん思いついた発想とか、いろんな人から話を聞いて、これいきそうだなっていうふうな情報量は増えましたよ。でもどんなに情報量増えて物知りになっても、自分が手を下さなければ何にも起きないんですよ。ですんでね、やったもの勝ち、やったもの勝ちということなんですよ。やらないもの負けなんですよ。格差でも何でもないです。ただ自分が当事者意識を持っているか、当事者として自分の人生を生きているかってことだけですよ。ね、吉谷さんね。じゃあ今日はそんなとこです。